皆様ご視聴ありがとうございます。今私は名古屋駅から中央線特急信濃号に乗って長野県長野市を目指しています。美しいワイドビューチャイムを聞きながら、私が苦手なこの激揺れ爆走振り子タイプの特急列車に乗って長野を目指しています。なんで長野に行くのかというと、以前から行ってみたかったシャトレーゼホテルっていうのにね、今回泊まりに行こうと思っております。皆さんシャトレーゼご存知ですよね。ケーキとかアイスとか、まあ、全国に様々な支店もあるので、認知度高いと思いますし、かなり大手の、スイーツの会社ですよね。そのシャトレーゼなんですが、ここ最近ホテル事業にかなり力を入れてるということで、まあ、全国各地にですね、シャトレーゼホテルがなんかオープンしてるんですよ。特にまあ長野、山梨、甲信越地方が多いのかな。あと北海道とか、あと九州にもあったりするみたいなんですが、今回長野のね、シャトレーゼホテルを予約して泊まりに行こうと思っておりまして、シャトレーゼホテルに泊まると、なんとですね、ウェルカムスイーツサービスであったりとか、朝食でシャトレーゼケーキ、まあスイーツ類食べ放題っていうのをやってるんですよね。あと滞在中、シャトレーゼのアイスクリーム食べ放題とか、ちょっとそれがね、体験したくて、私と同じく甘いものが大好きな皆様、シャトレーゼの商品を思い存分食べたい方、ぜひこの動画をね、参考にしていただければと思います。なお、今回のこの動画で私はありえない大チョンボ、信じられない大ミスをやらかします。お忘れ物のないようご注意ください。ということで長野に到着しました。雪降ってますね。長野駅には着いたんですけど、まだホテルのチェックインまで時間がありますんで、今回初めてですね、長野電鉄に乗って善光寺の方にちょっと出かけてみようかなと思います。失礼します。ありがとうございます。実は私は人生で初めて善光寺に来ます。結構すごいね。あの屋台で喋りながら作ってるあれは見れないんですね。やってなかったわ善光寺の中でも。せっかくなんでカスタムブレンドやってみようかな。極上七味1000円。今お昼過ぎというかもう2時半なんですけど、まあ、昼と夜兼用みたいな感じでこのソースカツ丼明治屋行こうと思います。ソースカツ丼食べます。ソースカツ丼ってなんかいろんな、ね、地域にあったりしますけど、この明治亭は長野で有名なお店なんですよね。それで今回の動画のメインテーマなんですが、今からですね、ケーキ食べ放題シャトレーゼホテルチェックインしたいと思います。これね、一度ね来てみたかったんですよね。まあ、全国にいくつかシャトレーゼホテルってあるんですけど、それでホテルの朝食でシャトレーゼのねケーキ食べ放題っていうのをやってるんですよ。であとチェックインしたお客さんは
ウェルカムケーキサービスとか、あと滞在中シャトレーゼのアイスクリーム食べ放題とか、いろいろそういうサービスやってるんですよね。それでケーキをね死ぬほど食べたいなと思って今回ね宿泊してみます。 JR 長野駅から歩いて5分ぐらいじゃないかな。めちゃくちゃ立派なホテルですね。でかいです。シャトレーゼホテルって書いてありますね。ここ最近で一番泊まってみたかった日本のホテルなんで、すごくワクワクしてます。外観はこんな感じです。それではチェックインします。なんかチェックインしたらもうその瞬間からなんかケーキ食べれるみたいですね。すごくない？めちゃくちゃ綺麗なんだけど、スーパー高級ホテルみたいな感じですけど大丈夫かな。今回ね宿泊に関しての予約は楽天で取ったんですけど、楽天トラベルで税込みで1万1500円ぐらいかな、うん、約1泊1万円ですわ。の1万円の消費税って感じで、そこまで高くない、このご時世であれば。でもちろん朝食付きで、その朝食がかっこシャトレーゼのケーキ食べ放題っていう、感じになっております。それではフロントですね。もうため息しか出ません。とんでもないミスを私はやらかしました。わざわざこのために長野に来たのに、ありえないな。なんとね予約できてなかった今日。マジ楽天トラベルで予約したつもりだったんだけど、すいませんご予約入っておりませんって言われて、そんなと思って俺も調べたら予約完了メールとか来てなくて、多分ね寝ながら予約したからだ、意識朦朧と、うん、あの深夜にねどっか予定立てなきゃと思って、あシャトレーゼ行こうとか決めて予約したつもりだったんだね。きっと決済しなかったんだよ。マジか、せっかく長野に来たのに。もうしょうがないんで、高くてもいいから今日空室あれば泊まりたいんですけどって言って調べてもらったら今日満室だった。平日ですよ今日木曜日。マジか、すごいね。やっぱ人気なんていうのは分かってたけど埋まっちゃうんだね全部ね。何のために長野来たんだろう。とりあえず緊急措置として今駅前の東横イン空いてたんで取りました。それもギリギリだった、残り1部屋だった。他のね、ジャルシティとか、リブマックスとか、いわゆる皆さんがよく使うようなビジネスホテルですね、あと、相鉄フレッサインとかあるんですけど、長野の駅の前ね全部満室、東横インだけ残り1室空いてたんでとりあえず抑えた。とりあえずホテル行きましょうか。あ、何やってんだ俺。それで今東横イン入りましたけど、もうこれで終わりですね。まあ、せっかくね特急しなので3時間もかけて、しかもね調子乗ってグリーン車まで乗って、で善光寺行って街ブラまでして、明日の朝ケーキいっぱい食べるぞっていう感じで意気込んできたんですけど、なんか申し訳ないですけどもうこれにてこの動画終わりです。はい、本当にガチで予約するの忘れてたんで、作り話とかネタじゃなくて自分もねもう今ショックでね、わーなんか これすら動画にできないかもしれないなって今ちょっと思ってるんだけど、ということであれから数日経ったんですけど、今ね名鉄、バスセンター、高速バス乗り場で、ね、来ております。ちょっとねあれじゃダメだなと思ったんで、まあ、男の意地で、ちょっとリベンジをしにですね、また今からシャトレーゼホテル長野の方にね、向かおうと思います。前回ですね JR 東海の特急シナノ、しかもグリーン車に乗って、ルンルン気分で行ったんですけど、まあ、あのようなねチョンボというかミスをしましたんで、もうまたねシナノで行ってもいいんですけど高いんで、今回は高速バスで長野に行きます。ただね長野に行くバスはないんですよ、名古屋から。今運休中なんですよね、コロナの、からずっと松本行きのバスだけ復活したんですよね。結局松本行ってもそこから長野駅までまあ距離あるんで、電車乗ったりバス乗ったりしないといけないんですけど、まあ、一応名古屋から名鉄バスが運行してる松本行き、これが3000円で行けるんですよね。
あの信濃のグリーン車で行ったら1万2000円ぐらいかかるんで。走行中は ということで松本バスターミナル到着しました。それではこのままですね、あと10分後に出る特急しなので、長野まで行きます。特急乗ってもね50分かかるんだよね、松本から遠いね。まあ、時間がかかってもいいのであればね、普通列車でゆっくり行ってもいいんですけど、結構時間かかるんですよ、それだとね。1時間半とかかかるのかな。だったらしなの乗らなくてもいいんだけど、あのケーキ無料サービスを15時からやってるというのに、どうしても早く行きたかったんでしなの使います。ということで信濃乗りました。今14時過ぎなんですけど、まだ昼飯食べてなかったんで、まあ、松本駅で弁当買いました。山賊焼き弁当、めちゃくちゃうまそうですね。ということでシャトレーゼ食べ放題リベンジするために長野に戻ってきました。きついね。こんなこと言ったらあれだけどさ、本当にケーキたくさん食べたかったら買った方が早いよね。何やってんだろうって感じもするんだけど、このやり直しっていうのがね結構疲れるんですよ。何事もそうですよね、人生も恋愛も、ね、仕事も YouTube もこのやり直し作業っていうのがすごくね大変なんですよ。今回間違いなく予約してきておりますので、楽天トラベルで一泊朝食付きで楽天トラベルで予約して1万1000円ぐらいかな、若干安くなってましたね、この前より。リベンジシャトレーゼ、それではチェックインします。あ、結構人いるな。ということで無事にチェックインの方できました。今からですねウェルカムスイーツと、そういったものを、ね、あのサービスで受けられるんで、早速ですねシャトレーゼのケーキを食べたいと思います。いきなりなんですけど、滞在してる人、宿泊する人はね、ここのアイス全部食べ放題なんですよ。めちゃくちゃ種類ある。すごくないこれ。カップアイスとかも全部食べ放題だそうです。大浴場もあって、大浴場のとこにもアイスあるみたいです。ちょっと先にケーキ行きましょう。ここですね。お、すげえ。テンション上がってきた。ここにあるケーキをですね食べていいみたいなんで、しかもちゃんとマジで1個ずつでかいやつだ。あとはねコーヒー、紅茶、ジュース、みかんジュースも飲み放題です。ということで早速ケーキサービスを受けておりますけど、こちらがシャトレーゼのスペシャルいちごショートで、あとねなんか今どら焼きもあげますみたいな感じでみんなに配ってるみたいで、2つもくれました。で長野みかんジュースで、これウーロン茶持ってきました。まだねアイスとかも、アイスも個数制限ないんで、このケーキは今は1個だけですね。明日の朝はあのケーキ食べ放題で無制限らしいんですけど、すごいね。しかも平日なのに結構泊まり来る人いるね、このケーキ目的で。すごい。もう俺もそうなんだけど、このみかんジュースマジうまいわ。まずはケーキ、ここまでの道のりがめちゃくちゃ長かったんで、ひときわ美味しく感じますね。子供もハイテンションで食べてますわ。それではじゃあアイス食べようかな。こちらの無料のアイスクリームかなり種類あるんですけど、今スタッフの人に確認したら部屋に、ね、持ち帰って食べてもいいそうなんで、とりあえずちょっと食べたいやつだけ持ち帰って部屋で食べようと思います。
今回は804の部屋ですね。ということでシャトレーゼホテル室内に入りました。部屋はこんな感じですね。今回一番ランクが低い、料金も安い部屋で予約しております。朝食付きにはしましたけど、テレビがあって、まあ、ベッド一つですね。はい、まあでも綺麗ですね。うん、なんかピカピカって感じ。木の匂いもしますね。で、シンプルですけど、湯沸かしポットとお水、南アルプスのお水とか、ね、デスクと椅子があって、何気にね、トレインビューですね。目の前のが長野駅で、ああ、結構景色いいわ。すごいんじゃない？クオリティ高いですね。まあビジネスホテルよりもちょっと値段は高いんですが、それでもまあ朝食付きで1万1000円。いいんじゃないですか、このサービスも含めると。あとは、こっちが浴室ですね。はい、イナックスのウォシュレットと、はい、バスタブあります。で、アメニティは歯ブラシだけあって、で他の欲しいものはフロントで、アメニティバイキングで、取るという感じですね。はい、でこのホテル大浴場ありますんで、後で行こうと思いますけど、撮影はできないんですけど、結構そこもいいみたいで、はい、楽しみですね。で先ほど持ってきたアイスクリームこんな感じです。まあ全然ね、何十種類もあるんでその一部だけなんですが、シャトレーゼといえばなんかシューアイスのイメージありますね。私はこれもなんかコンビニとかで見たことあるアイスだな。はい、ちょっとアイスを食べようと思います。それでは早速アイス食べますか。溶けそうなやつから食べようかな。部屋にはね、冷凍庫ないんで、気をつけてくださいというふうに言われました。いくらでも持ってってもいいけどということで。私は無類のアイス好きなんですよ。まあ、ケーキよりもどちらかというとアイスの方が好きなぐらいですかね。宿泊するとシャトレーゼのアイスね、こんだけ食べれるってすごいですよね。ドーミーンとかでも、ね、大浴場のとこでアイスがあったりとかしますけども、レベルが違いますね。さすがシャトレーゼって感じ。いただきます。うん、うまっ。これもうまいよね。結構好きな人多いと思う。うわ、いいね。うん、ワッフルコーンが最高にうまい。こちらがシューアイスですね。カスタードと普通のバニラかな。シューアイス最高。バニラジェラート、ミルクジェラートみたいなやつかな。うん、濃厚。これも美味しい。安っぽいアイスとは違うね。とりあえず無事にチェックインして、ウェルカムスイーツとあとシャトレーゼのアイス結構食べまして、もう満足したっていうところが正直な感想ですね。お腹いっぱいだわ。もうさっき駅弁食べたばっかだし。で明日の朝もね、朝からケーキバイキングが待ってるので、もちろん他のね朝食メニューってのもあるんですけど、さっきねありましたようにスイートサービス、あれみたいな感じでケーキがもっと何種類も増えてたくさんあるっていう風に言ってましたんで、それもね、まあ、何個食べるかとは決めてないけど、できる限りたくさん食べようかなと思っております。昔ねケーキ食べ放題富士屋のやったことあるんですよ、動画で。本当にコロナの時にどこも行けなくてね、かなりきつかったんだよね。ケーキって意外とたくさん食べるとダメージ大きいんだけど、ちょっと頑張ろうかなと、はい、思っております。今気づきましたけど、なんか作ってるんですね、このシャトレーゼのなんか大きいカフェ&ショップみたいの。まだオープンしてなくて建設中って感じですね。でその2階がホテルになってるっていう感じにするんだ。長野に来た時はぜひ皆さん来てみたらいいと思います。僕もまたタイミングがあれば来ます。それでは大浴場に行こうと思うんですけど、こんな感じでね、大浴場に行く専用エレベーターがあって、まあこの宿泊してる人だけが使うエレベーターがあります。はい、こんな感じ。展望大浴場ですね。温泉ではないと思います。ということで大浴場にお風呂入ってこようと思います。なんかすごい綺麗だね。こんな感じで湯上がりところがあって、なんか道民みたいですね。景色も見れますね。ここにもアイスが大量にありますわ。すげえな、これも全部食べ放題。とりあえず
あの風呂で終わった後に食べます。それでは風呂に入ってきます。ということでめちゃくちゃいいお湯でした。景色がねかなり綺麗でしたね。じゃあアイスを食べようかな。どれにしよう。このチョコバッキーめっちゃうまいよね。これとあとこのこういうのピノみたいなやつ、まずこの2つ食べよう。ここの休憩スペースもめちゃくちゃ景色綺麗ですね。長野の山々が綺麗に見えます。この盆地が綺麗でね。いや湯上がりでクオリティの高いアイスが食べれるのマジで嬉しいな。やばいですね、アイス無限に食べちゃうね。もうこれで最後にしようと思って1個持ってきました。いや今日何本食べてんだろうアイス。これやばいわ、めっちゃうまい。とりあえず今日はこれで終わりですね。明日の朝、まあ、今回ねわざわざリベンジしに長野まで再び戻ってきてこちらのシャトレーゼホテルチェックインしましたんで、思い存分ですねケーキを食べてやろうと思います。今日はこれで寝ます。明日の朝頑張ります。おやすみなさい。おはようございます。翌朝になりました。いよいよ今回の動画のメインテーマ、シャトレーゼケーキ食べ放題、今から参戦したいと思います。それでは朝食会場に行きましょう。10階ですね。さすがに昨日ほぼ晩ご飯食べなかったんで、アイスとケーキだけだったんでお腹空きましたね。いい感じです。こちらですね。ランチでも食べれるのか、ケーキ食べ放題3000円か。ではこれこの前来ればよかったな。はい、朝食会場入りました。こんな感じですね。あと普通のケーキ以外の食事もかなりありますね。これ長野名物のおやきとかシューマイとかカレーとか。結構メインは和食ですね。普通に食べるものはいっぱいありますね。あとはサラダとかパンとか、やっぱりメインはケーキですね。それでこちらですね。おすげえ、シャトレーゼのスイーツが山のようにありますね。すごい、これ全部食べ放題だ。プリンとかもある。ということでこんな感じで持ってきました。レストラン会場ね、かなり混んできましたね。会場とともに人がわーっと来て、結構皆さんね最初にケーキをこう僕みたいに取る人が多いのに驚きました。おかずよりも先にケーキを山盛り持っていくっていうのがやっぱりベテランの技なんでしょうか。今回朝ごはんのね、まあそんなになんかめちゃくちゃ豪華でいっぱいあるってわけじゃないけど、普通にあるって感じですね。で一応控えめにしました。はい、各おかず一つずつみたいな感じで。でこれが信州きのこ汁で、あれですよ、この、磯五郎の七味があったんでかけました。あと信州冷たいそばで、きのこカレーで、やっぱメインはこっちですよね。一応最初ケーキ5個持ってきました。一応個数制限とかないです。はい、であといちごプリン、卵プリン、コーヒーゼリー、あとヨーグルトとかもあるんですが、アイスはないですね。アイスは多分下のロビーで食べるみたいな、あ、置いてあるやつを食べるみたいな感じだと思います。一応これケーキ全種類です。チーズケーキですかね、とチョコケーキと、これもチョコケーキ、ちょっとあの名前が具体的に分かんないんですけど、あそこに書いてあるんだけど、あとこっちがショートケーキのちょっといいやつと、これがレアチーズケーキ、はい、なっておりますいやすごいねこれが来たかったんですよ。まあ、あとはね景色も素晴らしいので、長野駅が見えますね。電車見ながら、新幹線見ながらご飯食べることもできます。鉄道マニアの方にもいいんじゃないですか。それじゃあ念願のシャトレーゼケーキ食べ放題朝食食べます。いただきます。昨日飲んで美味しかったこのみかんジュース、最高。あ、うまい。ちょっとケーキを食べる前に信州そばから。長野名物のおやきもあったんで食べます。
野沢菜が入ってる。カレーも普通にうまそう。それでは早々に通常のね朝ごはんメニューは切り上げまして、ケーキモードで、食べていきたいと思います。どれから食べようかな。じゃあまず最初にチーズケーキ。あ、美味しい。次はこのレアチーズケーキ。超うまい。ちょっとこれをずっと食べると胃がきつくなってきそう。次はこのチョコケーキいきます。ちょっとね今2つ目で2つ食べたんですけど結構きつくなってきた。もう若くないんだよね。あ、ティラミスケーキって感じ。うまいけど結構きついな。食えるかな。ということで今ケーキ3つ目食べたんですけど結構きついな。ここへ来てこのこってりチョコケーキがちょっと恐ろしく見えてきました。まあ、プリンとかはいけそうだけど、食べます。これすごいな。結構ずっしり重いな。ザッハトルテみたいなケーキですね。めっちゃこってり濃いチョコです。やばいな、こんなに早くダメージが来るとは思わなかったな。ちょっと今ホットコーヒーで休憩します。今ケーキ3つ半ぐらいですね食べたの。やっぱり朝ごはんのおかず食べない方がいいな。あれちょっとしか食べなかったけどそれでも結構きますね。ケーキに集中した方がいいかも。そして最後ショートケーキ。なんとかケーキは5つね食べきりました。あとこのプリン3兄弟3つ食べます。プリンめっちゃうまそう。昔ながらの硬い卵プリンでうまい。なんとか食べきれそうです。いやもうでも結構きついわ。昔より全然食べれない。あ、うまそうなコーヒーゼリーだ。美味しい。めちゃくちゃさっぱりしてるわ。ということでホテルをチェックアウトいたしました。さすがにねもうあれ以上食べれなかった、ケーキ5個とあとプリン系、3つでチェックインした時にケーキ1個食べてどら焼き2つでアイスもたくさん食べてる。まあケーキ自体だと6個食べたことになるのかな。それとチェックアウトした時に最後になんか焼き菓子のなんかこんな詰め合わせくれました。すごい畳みかけるかのように甘いものだらけで滞在することが、できますのでシャトレーゼホテルね、ぜひ興味のある方泊まってみてください。今回はねちょっとありえないミスをしたせいでリベンジという形で再訪しましたけど、はい、まあいい経験できたかなと思いますので、ケーキ好きな人多いですよね。シャトレーゼ死ぬほど食べたい人ぜひおすすめです。昔はもっと食べれたんだけどね、ちょっと生クリームとかああいうこってり系のやつは厳しいですね。いやでも大満足しました。まあ、今回はこんな感じで長野県にあるシャトレーゼホテル長野、朝食でねケーキ食べ放題堪能する宿泊で、ございました。これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは。